はい、こんばんは、伊集院光です。まあ、そうね、昨日のことなんですけど。昨日じゃねえだろ、この録音やろ。なんだよ、いきなり。別に録音だっていいじゃない。はぁ、録音だっていいじゃないか。いや、だから、録音だっていいじゃない、ばぁ。録音あれ、万年筆だよ。おめぇ、一連の寿司屋がよ。でも翔太もさ、煮ハマグリを握ったでしょ。握ったでしょ。煮ハマグリ生じゃねえじゃん。握ったじゃん。ヘリクスじゃねえじゃん。ヘリクスじゃん。ヘリクスじゃねえじゃん。そんなの全然ヘリクスじゃない。煮ハマグリヘリクスじゃないよ。それは何言ってんのお前。ヘリクスじゃないよ。いいじゃない、生じゃなくても。握ってんのと一緒じゃない、それ。おっぱい。お前誰だ。誰だ。おっぱい。おっぱいじゃねえだろ。おっぱい。おっぱい、おっぱい。歌ったこいつ。なんだ。笑ってるよおい。なんなの。なんだよ。おっぱい、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 おっぱい。おっぱい、おっぱい、おクズども、大変お聞き苦しいものをお聞かせいたしまして誠に申し訳ございませんでした。残念ながら今週の伊集院光のアップス深夜のバカ力は生放送ではなく録音放送であります。がしかし録音放送であるならば、録音放送でなければできない、面白企画を満載いたしまして、3時まで頑張っていきたいと思っております。それでは僭越ながら早速不肖私がタイトルコールを、させていただきたいと思います。タイトルコール5秒前、4321、伊集院光のアップス深夜のバカ力録音スペシャル、おっぱい。未来人の皆さん、こんばんは。今ですね、時刻がですね、11月の21日日曜日、午後のですね8時40分ぐらいですね。録音ですよ、録音です。何も悪びれることはないですよ。録音ならではの面白いことをどんどん満載でいけばいいわけですから、日頃生じゃ絶対できないこととかもできますよ。例えば、どこからが放送禁止なのかを探るとかね。ね、怖くてできないじゃん。もし俺の判断が間違ったらもう終わりですから、生の場合は。大じゃ大丈夫でしょ。全然大丈夫で、今のは消えてないと思うんですよ。今のは皆さんが聞いている11月29日月曜日の世界でも消えてないと思われますよ。あとヤギニュー色っぽくは言ってますけど、これも全然大丈夫でしょ、基本的にはね。これは消えた。これ完全に消えた。完全に消えた。あ、これいい。ダメだよ。ダメなの。やっぱり。俺はもともとあの、キテレツ大百科のコロスケがなりよっていうみたいに、そうって喋ってるのを、いつも生だからやめてるわけ。わけ、大変だっつんで。このペースで3時までずっとね、語尾にこんなのつけてったら、放送うるせえもん。もう何かのためにピッピキ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 になるから。ねえ。そんなことを言ってる場合でなくね、何からもう説明していいか分かりませんけれども、一応ですね、私伊集院光はですね、先週の11月の22日から、12月の3日まで、お休みをもらっております。
でいて、放送の方は先週今週と録音なんですけれども、録音して一応海外旅行の予定を立てていたんですけれども、今現在ですね、まあ、月曜日出発予定だったんですよ。11月22日に出発予定だったんですけども、だから出発予定で今から何時間後だ、今から今8時ですか、ちょうど12時間後ぐらいにもう出発予定なんですけども、おととい足を怪我しまして、歩けない状況で、本当にあのヨーロッパ旅行に旅立ってるかどうかが実に曖昧です。っていうか、さっきもですね、家に電話かけてかみさんと相談したんですけれども、一応様子を見ようみたいな話になってですね、今どういう状況か、一応ほら怪我してから2日経ってるんで、ぐっと良くなってることもあるわけじゃないですか。で、公式見解として言っときましょうか。足の太さが 1.4 倍に跳ね上がっています。一人ではちょいと大変な状況に今なっております。あの、ね、ちょいとした逆療法を試みたんですけれども、こらえ性のない足でね、大変なことになってますよ。だからこの12時間後の足の状況によってはイギリスに向かって旅立ってるかもしれないし、あとそうね、草津にいるかもしれないし、草津でこう当時をしてるかもしれないし、もしくは誰も知らない人だと思い込んで肩まで越えためにすっかり使ってることも考えられるわけですよ。でもね、今すごく思ったんですけど、やってこの十何時間後にもうヨーロッパに旅立って、それはまあ何、あの足も痛いかもしんねえけれども、旅行に行ってればいいけれども、もし俺家にいて今の放送を聞いて夜中の1時からおっぱいって言ってるの聞いたらね、絶命してるね、多分ね、その聞いた途端にね、行こう、やっぱり海外行くよ、ね、で今日は一応ですね、録音スペシャル、いろんなメニューがあります。例えばですね、厚生の渡辺くんのお母さんがですね、今まで本当にメディアに出なかったんですよ。あのミュージカルしか出なかったんですけれども、あの放送には一切出なかったひろこがですね、ぜひ来日したんで、来日して一応独占契約なんで、ひろこが出ますね、渡辺ひろこが出ます、それからですね、他にもですね、エロ巡礼の旅、それからあと、ベストオブダメ人間だもの、それから大プレゼント企画等ですね、企画満載でお送りしますので最後まで聞いてください。本題はですね、ここで、アップス今週の歌、爆中問題でデタラメな歌。デタラメ？デタラメ？アップス今週の歌、爆中問題でデタラメな歌、でしたね。ここでですね、スタッフにもまだ僕あの言ってなかったんですけども、一つあの、重大なお知らせがあります。なんと録音スペシャルですから、今日はほら普通だったらファックス受け付けないじゃないですか。受け付けられるんですよ。なぜかっていうと、厚生の渡辺くんが来てるんですよ、ファックスの前にっていうか、もうタクシーチケットも出ませんしね、それからお弁当も出ないんですけれども、渡辺くんがもうぜひ来たいっていうことで、何のためかは分かりませんけど来てるんですよね。あのそれでですね、皆さんからのですね、思い出の曲のリクエストを募りたいと思います。あのもちろんあれですよ、別に来週かけるとかもないですから、もちろん今日もかかりませんけれども、何でしょう、思い出のエピソードと曲を書いて送ってください。でいて、なんかこう思い出のエピソードにこう渡辺くんが感銘を受けた場合は、渡辺くんが歌いますから。夜中の誰もいない警備員さんがたまに回ってくる TBS で、でいて、まあね、あの e-fax のリクエストがない場合は、黙って座ってるのもなんですから、ダチョウダンスをずっとダダダ今夜だけを歌ってますから、みんななるべくリクエストしてあげないと飽きちゃいますからね、本人もね、ダチョウダンスばっかり歌っていてもねじゃあどうしてもダチョウダンスが飽きちゃったら、そうね、ダチョウダンス飽きてしまった、その上リクエストが来ないねっていう時には、2時以降は、ピロピロダンスピロウリピロレバピロルトキーとか、あれは歌っていい。あの警備員さんに何やってんですかって言われても、あの真正面から懐中電灯で顔を照らされても歌はやめないでください。ずっとやめずにずっと歌い、続けてください。ギャラとか出ませんよ、別に。あなた月契約ですから一切出ませんので、あなた本当にびっくりしてるし、もう嫌な顔しない。みんなのリクエストを受け付けられるんだよ。ちゃんとみんなのリクエストを放送上聞き直すことができるんだよ。
採用された方にはっていうか、採用されてるかどうかみんな知りようがないんですけれども、採用された方には急に一押しが届きますんで、どんどん、送ってください。ワックス番号は東京03-5562-9540、東京03-5562-9540、高生の渡辺君がワックスの前でですね、ランニングとパンツという姿で、下唇を甘く噛みしめて待っておりますので送ってください。伊集院光のアップスが考えたニューゲーム、いよいよ相手は中ボスだ。一鉄砲に詰め込んだ中濃ソースをたっぷりかけて紫式部をげんなりさせてやれ。準備はいいかい？ 3、2、1、 うまくいけば引き分け。勝てないの？アップス。渡辺の母のアップス、いつもまーちゃんがお世話になってます。人がタイトルコールしようとしてる時にけげんそうな顔でこっちを見るな。スペシャルゲスト渡辺ひろ子さんを迎えて。お母さん、脇から肝臓出てるかもね。はい、心温まるテーマソングで、やってまいりました、スペシャルゲストコーナーなんですけれども、皆さんのですね、待ちに待ったですね、渡辺裕子が来ます、高生の高生の渡辺くんのお母さん渡辺裕子です。しょうがないじゃないですか。あなたが、たまごっち対決に負けたわけですから、まあ、正確に言うとたまごっち対決で、僕と同点で、その後の、健康診断対決に負けたわけですから、約束なんですから。ね。いや、っていうか、俺は呼びたかったですよ、自分のお母さんを。そんなのにあなたが勝手に負けるから、ひろこがね、ひろこが、来るわけですから、しょうがない、来るってかもう来てるわけですから。で、一応僕としてもどういう形で出演してもらうのがこう一番いいのかね、ひろこが一番喋りやすいのはどういう形かっていうことで、ピアノとブランデーを用意したりしたんですけれども、ひろこ別にそういうの好きじゃないみたいで、一応一番の効果的に、予防今高生の渡辺君がですね、僕に今メモをこう書いてくれてるんですけども、今の気持ちを書いてくれてるんですけど、呼び捨てにするなっていう風に、まあね、いいじゃん別に、ゲストなんですから、こうより親近感が出るように俺が呼び捨てにしようがはぐろうが別に俺の勝手じゃないですか別にね。電話番号を聞いてその後ホテルにしけ込んだって、俺の好きで、俺がひろことどうだろうと、俺の勝手ですよ。よかった、俺の袋じゃなくて、本当に良かった、今思ってる。本当にね、あの卵地対決勝って良かった。みんなもそう思うよな。本当危ないとこでしたよ。で、一応もう一回聞き直しました。どういう形で呼ぶのが効果的かということで、一応もトークはしました。で、しかも、ひろこね、大変ね、高生の渡辺くんに気を使うので、渡辺くんはもう別室で。で、ひろこと俺が密会。ね。でいて、今ここで、その、ひろこと俺のトークを、高生渡辺と聞くという、もう地獄。よかった。よかったよ、もう本当に危ねえっつーの。それではですね、まずはですね、ゲストのですね、ひろこのですね、登場シーン、びっくりしました、シースルードレス。でいて、肩のですね、サソリの入れ墨をチラッチラッチラッチラ俺に見せながらね、怪しい腰つきで誘いつつ入ってきましたんで、それではまず、ひろこ登場はこんな感じです。ママ、今日のゲストはですね、渡辺くんのお母さんのおひろこさんです。よろしくお願いします。じゃあ簡単なところで、渡辺くんは家ではどんな子なんですかね。家でですか。家で、でも昔からいい子でしたけどね。いい子例えばこういい子だなって感じる時っていうのはどんな時とかですか。よく親とはみんなは喋らないって言うでしょ、うちの子はよく喋ってくれるんですよね。割と家の中でも結構喋るんです。家では何と呼んでるんですか。
渡辺くんのことお母さんは。まーちゃん。まーちゃん。なんかこううちのまーちゃんはこんなに親孝行だみたいな話ってありますかね。あのね、小学校卒業するとき、はい、あの2階建て新幹線乗りたくて、はい、2階建て新幹線乗って大阪へ行って、大阪から白鳥に乗って、はい、青森まで行きたいって言って、はい、それから北海道に渡っておじいちゃんとこ行きたいって言ったんで、はい、私叶えてあげたんですよね、はい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 、して朝私仕事行く前に東京駅まで送ってって、うん、それで新幹線乗せるときね、うん、ものすごい感激して、もうあの子ものすごい感激してね、はい、お母さんも僕働くようになったら乗せてあげるねって。すいません、構成の渡辺くん、マイクに音が入ってますんで、やめてくれ、てめえやめろよ。いいいいお母さんじゃない。もうあの最初ね、ひろこ緊張してたね、俺の腕の中でブルブル震えてたねって言って、ただね、君の問題点はね、一言一言浮き彫りになっていくよ。例えば親ですよ、親ってのは親バカっていうぐらいですから、多少自分の子供のことひいき目になるじゃないですかね。で言って、そのひいき目になるはずの親に息子さんの長所は何ですかって聞いたら、あれ編集してあるんですけども、ずいぶん長く考えてから親と喋りますだって。そんなの長所じゃねえじゃねえかよ。普通じゃねえかよ、親と喋るぐらいは。なあ、ねえ、まーちゃんって呼ばれてるみたいです。まーちゃん。ねえ、よかった、和江来なくて。だってさ、和江とだった場合は、和江に、俺のお袋の和江に長所を聞いても、喋りませんから、俺、日頃和江と。その、喋るっていうのさ、ないですからね、和江の場合はね。で、一番、よく聞きなさい。厚生渡辺くん、お母さんが、あなたのことで、一番感動したことは、なんかちっちゃい時に、電車でどっか行きてえと。ね。もう昔からそんなこと言ってたらしいんで、電車でどっか行きてえって言うんで、こう、新幹線かなんか乗せたら、特急だっけなんか乗せてやったら、いつか、ね、僕がお金を稼ぐようになったら、お母さんにも乗せてあげるな。だからもうやめろよ。渡辺くん、座頭入ってるから、それ。それ入ってるから、じゃなくて。ね。ね、入ってるから。でね、いろいろね、ここのテープには入ってないんですけどもね、データ聞いたんですけども、お母さんがね、お母さんも電車マニアなんです。電車大好きなんだって。だから、もう物心つく前から、1歳ぐらいの時から、あなたを抱いて電車を見に行ってたらしいですよ。もうだから、相当入っちゃってるんですよ。根深く電車好きは。で、しかも、お母さんも電車好きですから基準に電車ってのがあるじゃないですか。俺に対してものすごいこう自慢げな口調で言ったんですけど、うちの子は2歳の時にもう時刻表の読み方をって、いやそうっすかっていう、僕の中ではそうなんですかっていうぐらいなんですけど、2歳3歳でもう時刻表が読めたっていうのは、まあある程度自慢みたいだなっていうのは分かりましたね。で一応ひろこと二人きりで話してたことなんで、厚生の渡辺くんはなかなかね、聞けないと思いますけど、聞けない面なんかも出てると思うんですけども、ひろこから、我が息子に対するお願い事というか、ひろこの希望、こちらです。ママ。これから、こう、渡辺くんが将来、お母さんとしては、どういう風になっていってほしいですか？本当はね、就職してほしいんですけど、はい、でも周りもみんな就職してるし、就職してほしいんですけど、うん、でも自分の好きなね、うん、ことして食べていけたらいいと思うんですけど、でもね、ずいぶんね、私も就職してほしかったんですけどね、うん、でも好きで生き生き仕事してたらそれでいいんじゃないかなと思って。ちゃんと読み取ってくださいよ、ひろこの本心をね。まず将来本当は就職してほしい、でもね、でも周りのみんなも就職しているし、でも、まあ、好きなことをできればいいんじゃないか、けど就職してほしかったんですよね。でも好きなことができれば、就職はしてほしいと。これが、っていうかね、すごく不思議なんですけれども、
お母様ですけれども、今息子さんの今この構成スタッフっていうこの仕事をですね、就職とは捉えていないようです。もう単に好きなことというふうに今捉えているようで、お母様ですね、就職してほしいをですね、実際はテープの全体弱にしますとあと 7,8 回は繰り返しておりました。就職してほしい で、で続いてはですね、こんな質問をぶつけてあります。ママ渡辺君の奥さんの条件みたいな、こういうお嫁さんが来てほしいみたいな。お嫁さんですか。ええ、もうお互いに好きで一緒にいればそれでいいと思います。好きでいれば、うん、今までそういう浮いた話はあるんですか。ないんです。だから誰か来てくれたら。ないんですか。うん、全然ないの。例えばこう高校時代にこう家にこう彼女を連れてきたとか。ないです。あれない、ないんですか。中学高校男子校なんですよね。はい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 。もうね、全然あの子やっぱり色気より食い気で、女の子が、近所の女の子が、うん、あのチョコレート2月の14日にバレンタイン、はい、持ってきてくれますよね、うん、チョコレート食べるだけでも全部食べるだけで。でもバレンタインにこう渡辺君を訪ねてチョコレート持ってきた女の子もいた。今までは小学校の時ね。小学校の時でもそれはチョコレートだけ食べて、うん、お返しもしないの。あら、それはせっかくの、まあ、なんてプレイボーイなんでしょう。そこはね、いいチャンスじゃないですか。いや、だから、な、全然、あの子は全然女の子に関心ないのかなと思って。あの、どこのお母さんも必ず陥るところなんですけれども、女の子に関心がないのかなっていう結論なんですけれども、面見ろや、ひろこ。そうじゃねえだろ、どう考えても。なんかあれらしいですよ、小学校の時にバレンタインのチョコレートもらったことがあるっつった言ってましたよ。モテてたんじゃないわ。無視かよ。スタジオの中で2人しかいねえのに無視かよ。それとお願いがあるんですけれども、僕も一生懸命ヒロコでのトークを思い出してるのに、テープが流れてる間規制を上げてるのやめてもらえますか。なんか頭をかきむしったりしながら、もうとか、それ家に帰ってヒロコに言ってください。もうそれでは続いてはですね、構成のこの渡辺君はいつもですね、すごくこう年齢に合わず、我々だって大人なんです、すごく大人なんですけれども、家ではちょいと様子が違うようですね。こんなエピソードをお母さんは話してらっしゃいました。ママ彼の長所と短所、まずじゃあ長所やっぱり未だに親と話してくれるところかな。短所はちょっと頑固っていうか、なんていうか、私はお誕生日に一回ね、うん、あのうちの中部屋がものすごい汚いから、はい、あのこの部屋が、はい、私でも書棚を買ってあげないのも親が悪いと思って、大きい書棚買ってあげたんですよね、整理整頓するように、はい、そうしたら当日持ってくる時になって、いらないって、入れもう私一日説得して、いらないって、自分のお母さんの部屋に置けって言って、いらないって言って、何なんでしょうね。だから私片付けてあげるから、入れてあげるからって、もう頼み込んで変な話ですよね。こっち側が買ってあげてるので頼み込んで片付けてあげるからとまで言っても、いやいらない、いらない、あれ一度決めたらいらないんだ、お母さんの部屋に置けばいいじゃないか。そうで、結局どうなったんですか。私もう本当は腹立ったけども、下手に出て、もう頼み込んで入れた。いや、もうお願いだから、お母さんをここは立ててお願いだから、もうとりあえず置いてなんて言って、うん、でそれを頑固に、いやいらない、随分僕の見てる渡辺君と違いますけど、あ、そういう頑固な一面も。今年の夏、すごく家にダニがね、はい、あの子の部屋だと思うんですけど、はい、まあ、僕もそう思いますね。で、娘もかゆいかゆいかゆいっていうことになって、バルサンタコっていうことになって、はい、で私がバルサンを買ってきて、はい、で炊こうと思ったら、あの子が、うん、いやもうそんなお母さんの都合で突然そんなことやらないでくれって。だって自分の家が汚くてダニが湧いてるのにもかかわらず、それでね、うち絨毯だったんですよ、絨毯引き爪、それで、絨毯引き爪だからダニがあれするからって、去年フローリングにしたんです、はいはい、全部屋全部フローリングにしたんです、はい、でその時もお母さん自分勝手に決めて自分勝手にしてね、誰の許可も得ないでってすっごい怒って、あれあれ、僕の部屋だけすごい内弁慶だぞ、僕の部屋だけしなくていいって、
僕がいつフローリングにしてほしいと頼んだぐらいの、うん、外では何も物分かりのいい大人なんですよ、うん、でも物分かりいい時もあるんですけど、そういう変な時って、バルさんの時とフローリングの時と、あのな書棚の時、はい、3回ぐらいですけど、普通は結構、もう24にしたら結構いいかな、うん、いやお母さん24にしても全然物分かり悪いです。あ、渡辺くんやめてください。そ実力欲しいてるのはじゃねえよ、お前今わざとやったじゃねえか今よ。だからそれをお前うち弁慶って言うんじゃねえかよ。あ、じゃねえよ。だけどさ、あのね、話しててね、すっげえ思い出したのがね、俺まだ家実家住んでる頃だから28歳ちょいぐらいの時だな、お袋に部屋片付けろって言われて、あの衣装ケースみたいなんじゃん、なんか8個1万円なんて、さらに2個つけてたんじゃん、あれをさ、俺が部屋で寝てたらさ、お袋がどっかどっか8個持ってきて、ケンちゃんこれがあれば部屋綺麗になるわよとかって勝手に言ってくんだよ。俺してその時はまだなんかそのもうラジオ始めてたんで、結構こうあの深夜放送明けの寝起きみたいのをさ、やっと寝入ったところにそんなドカ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 持ってきたからさ、最初はこう不意をつかれてさ、お袋のこと聞き流してたんだけどさ、これで片付くわね、よかったわねって、もう お母さんがこういうのしてあげなきゃダメなんだからぐらいのことを言いやがって、和江が。ほいで下の部屋にトン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 さ降りてった後になんかムカ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 って腹立ってきてさ、その8個ある衣装ケースをさ、あの階段の上から次々と誰が頼んだんだよーって上から。もうインサイド弁慶もいいとこですよ、もうすごい勢いで。今見たガラスの向こうで AD 柳沢が俺たちを指さして、俺が内弁慶の話をしたら指さしてゲラ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 、緊急ゲスト絶対呼ぼうな、絶対呼ぶって、あ、正月絶対ゲスト呼ぼうな、正月上がる人が来ない時にな、あ、正月 AD の柳沢のさ実家からやろうぜ、もうじゃあ雪もあるしいい感じだから、そんなんな、いやでもすっごいあのいいのはね、いいなと思ったのは、その裏にあの渡辺のお袋にとって24歳男子像っていうのが渡辺しかないから、あんなお前誕生日に本棚つけたことで切れてたりとか、フローリングにするだけで大暴れな子供なのにもかかわらず、まあでも24歳にしては物分かりはいい方でったってよくねえよ、そんなのどうか。何の権利でバルさん拒否してんだよな、もういいよ。さあ、お母さんに来ていただいてですね、我々がですね一番びっくりした、この構成渡辺君の意外なエピソード、こんなものが聞きました。ママ大学だけは卒業してほしいですね、え、せっかく入った学校ですもん ねでも大学入る前から高校3年の時からあの子勉強した姿見たことないんです、今ずっと、高校2年の時の貯金で大学入れたって言ってる。2年の時は夢中になってやったんです、はあ、それ以後は全然知ってない。浪人時代も、浪人時代はあの子そんなに太ってなかったんですけど、浪人時代はあのケーキ作って、家予備校も行かないで託郎するって言って、予備校も行かないで家で休日ケーキ作ったり、まあ、シュークリーム作ったりして、あの子浪人の間1年で10キロ太ったんですよ。いやっていうか僕まだ全然彼の知らない面なんで、浪人して家でケーキ作りとかシュークリーム作りはやってたんですかって食べてて、あの子10キロ太った。お前何やってんの。いや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 、何なのそのケーキ作りをこうが好きだなんて一度も聞いてないし。それなりに大学にもし入れなかったらケーキ屋さんになるつもりだったの。お前のそういう夢とか一度も聞いたことない。子供の頃に鉄道員になりたいとか、それはポポ屋になりたかったっていうのはそれ知ってるよ。だけど何やってんのお前。それとお袋はなんかね、お前がせっかく入った Z 会の勉強しなかったことを、大体20分間ぐらい喋ってた。延々と Z 会だって絶対やるっていうから入れたのになんていう話をしてて、最初のうちすっごい、緊張してたんだけど、途中のね
あの誕生日のエピソードあたりがずいぶんヒートアップしてきてね、 Z 界の話はずいぶん聞きましたね。あと大学は絶対出てほしいと、一応おふくろの大学出てほしいと、就職してほしいっていう、やっぱり就職だと思われてないの、俺としては複雑な気持ちだったけどね。この仕事を世間のお母さんは就職とは認めていないっていうのがちょっと心痛みましたけどね。でもね、やっぱりね、この番組がね、あの実にいい番組だなと思ったのはね、まあ、ここまでは、あのお母さんだけをスタジオの中に入れて、構成渡辺は他の控室にいさせたんですけれども、最後にですね、あの花束贈呈のセレモニーを、本当はねきっとね、構成の渡辺君はいつもあのお母さんに花束をあげたいと思ってたんだろうけどさ、なかなか照れてできませんから、一応俺の方から、それはね、あの この年頃の男の子っていうのはお母さんに対してすごくひねくれてるもんですから、本当は自分から行きたいだろうけど、俺に強制でもされない限りは行かないと思ったんで、てめえ花束渡しておふくろ泣かせろよ、面白いからっていうことで、じゃなきゃお前本当に向こう3ヶ月給料ねえからなぐらいのことを言って、いやそれ本心で思ってんじゃないんです、構成の渡辺君も本当は自主的にやりたかったと思うんですよ。最後のセレモニーの模様を聞いてください。じゃあ、あの渡辺君からあのお母様にいろいろお話伺いましたので、あのこういう時以外ないですから、こう日頃のお礼とかどうぞ中に入っていい番組だね、実にいい番組だよ、本当に俺もお母さん呼びたかったな、俺ももう俺のお母さんにここで感謝の言葉を言いたかった、今までというかこれからもよろしくお願いします。あ、どうもありがとう、頑張って仕事するんで、はい、頑張ってくださいいい番組だねこれもういい番組だ、いやいやいや、いろいろ話を聞いたよ、もうフローリングにするのいいことや、家を掃除がめんどくさくて、掃除がめんどくさい、家だって違うんです、もともと掃除してませんもんね、1週間に1回私がもう、うん、掃除してるのに、してるの、まあ、でもあとお誕生日プレゼントの棚なんですけど、なんであなたの時棚なんで、ちょっと待ってください、お誕生日プレゼントの棚トイレじゃなくて、棚お母さんがくれたのに、ねえ、あれもね、掃除すんの、掃除じゃなくて、そのお母さんがもう、なんでくれるお母さんが謝ったっすか、いや、あとからちょっと詳しく言うんで、詳しく言わなくてもうどうもありがとうございました、どうも、シャーッシャーッシャーッ、何お前カバンできなくなってんだよ、おめえよ、いやいや、だけどさ、ちょっと聞いてよ、あのさ、あなたも渡した時のさ、お母さんのありがとうっていう声にさ、俺ほんと思った、和江じゃなくてよかったと思って、最新情報なんですけれども、これをのセレモニーをやってから、今まあ1週間弱経ってるんですけれども、お母さんはもらった花束をドライフラワーにしたいということで、ものすごく今大事に大事に、よし、一生もんだっていうことです、壊れちゃった、渡辺君壊れちゃった、伊集院光のアップス深夜のバカ力、僕が初めて僕って人と違うんだなと思ったこと、小学校の時水泳帽、おふくろの手作り、伊集院光のアップス深夜のバカ力、僕の最初の屈辱、小学校中学年の時の運動会の僕の出た種目、 50m 走肥満児の部。でもさ、今ふっと思ったんだけどもさ、自分のこう想像力をフルに働かせてね、これがオンエアされている11月29日ね、もうこうあのになったら、構成渡辺は一人ぼっちでこの部屋にいるわけじゃん、そこで流れてくるさ、また再度聞かなきゃならないヒロコのコメントと、さらにそれに合わせて取り乱してる自分の声っていうのがどう響くかっていうのが今ちょっと僕の中ではブームなんですけれども、あのなんならあのもうワンコーナーやれるぐらい素材はあるんですけども、かなり僕もヒロコと仲良くなりましたんで、震えてるよ、渡辺君がカチャカチャカチャってのはメガネの音だよ、あ、メガネ落ちちゃった、じゃあ次のコーナー、you
すするタイミングが母親と同じ。ダメ人間だもの。ベスト。さて、このコーナーですね、過去にオンエアされたダメ人間だものの中からですね、ベストオブダメ人間だものを決めようということで、今まで採用されたハガキがすべてノミネートされております。でいて今回再度採用されると10お尻、そして、ベストに選ばれると100お尻ということで、あのね、一回採用されたハガキをね、もう一回選び直してるとね、傾向みたいのがあるわ、なんか俺の選ぶ傾向。今最初に読まれたのが、ペンネーム鉄人リストのうどんをすするタイミングが母親と同じってやつなんだけど、母親ものは俺結構弱いみたい。母親ものは結構ね、選んでるケース高し。例えばですね、横浜、ペンネームはないかな、時田、ダメ人間だもん、母親とテレビゲーム見てこう。どうもなんかね、母親もので親父の姿があんまり見えないものがどうも好きみたい。俺なんかそれはね結構あったっすね。そんなこんなでいろんなの読んでいきたいと思いますけども、それじゃあですね、ペンネーム挙動不審のジェントルマン、ダメ人間なもの、親の財布から10年前の肩たたき券が盗み物。じゃあジャンルとしては盗み物なんですけれども、味わい深いね。親の財布から銭をね抜こうと思ったらね、札かなと、札入れのところに入ってんだよね、きちんと。一回も使ってないんだけどね、死ぬまで有効とか、当時のナメネコブームのこう影響で死ぬまで有効って書いてあってね、無茶な500発券とか作っちゃってるからね、そんなもう感謝の気持ちでいっぱいの肩たたき券がね、嬉しかったんだろうなっていう。さあ盗み物、東京都ペンネーム及川雅之、ダメ人間だもの。あれ、親父のやつ財布の中に家族の写真なんか入れてるんだ、今日はやめといてやるか。行くよ。やめといてやるからもうすでに。やって当然だもん、そこまでやさぐれてるのに、そこまで親との関係もやさぐれてるのに、見ちゃったね、おい、財布の中の家族の写真を。逆になんかこうおっさんの立場のやつもたまにあるじゃん、なんかこう自分がもうある程度会社員とかおじさんでっていう、例えばこれペンネーム主任運転士、ダメ人間だもの、ほほう、これが親父狩りですか。基本的に親父狩りに会って、でももうポッキポキにされて、ポッキポキにされて、でいてもその親父狩りの連中は見えなくなった後におもむろに立ち上がって背広とかの膝をこうパンパン叩いたりとか、割れた眼鏡なんだけどかけ直したりしながら誰に言うでもなく、ほう、これが親父狩りですか、週刊誌で読んだっていう感じのね、なるほどねっていう感じで。同じく会社員もの、ペンネームココアグリーンスタジアム、ダメ人間だもの、一人観覧車、ミクオ。お台場とかなのかな、なんか荒川遊園地とかなのかな、
お台場とかじゃない気もするな。蒲田にあるさ、蒲田にあるなんかさ、ちょっとしたデパートとかストアの上に小さい観覧車あるんだけどさ、ああいう感じかな。あ、お台場だと新橋あたりの自分の会社がこう頂点あたりで見えて、ものすごい絶望的な気持ちになるっていう感じの、こう営業先でなんかもううまくいかなくて、営業先のに自分の会社のミスを謝りに行ったらものすごい打たれて、気がついたら走り出しちゃってて、気がついたらその会社を出ちゃってて、どうしよう、きっと今頃その営業先が失礼だよ君のところの営業マンはっていうんで、自分の会社にももう電話とか入っちゃってるだろうからっていうんで、もう引くも押すもできなくなって、それでスッと見たら、あー綺麗だな、なんか昔やったタイムショックっていう番組の電飾みてえなのがあんなと思って、でカップルが大勢並んでる中乗っちゃってさ、ゆっくり上がってってさ、そしたら頂点行ったしとこで、あ、本社だ本社見えてる感じ。最近読んだ中で好きなのはね、これね、ペンネーム R してダメ人間だもの。はあ、女子更衣室の床ってピンクなんだ変な達成感みたいなね、山の頂上から見る東京ってみたいなねこんなちっぽけなんだみたいな。男子更衣室は水色なんだよね。そのなんか小さなカルチャーショックっていう。東京都、血だらけの僕と僕の部屋。高校2年の時、学校から帰ってきたらタンスに貼ってありました。どうしてこんなことをするのですか。お母さん、こんな気持ちじゃ仕事に行けません。帰ってきたらお父さんに聞いてもらいます。本当にお母さんは傷ついています。お母さん何だろう、これはね、あ、そう、タンスの引き出しに入ってた金を盗んでるんじゃないこれ。タンスの引き出しに、机の上じゃないですか、学校から帰ったらタンスに貼ってあったんですから、タンスの引き出しから銭を銭ねえ銭をジェジェコーね、ジェジェコバ握って出てって、でいてもう一回帰ってきた時にエコー深め、どうしてこんなことをするのですか。お母さん、こんな気持ちじゃ仕事に行きません。帰ってきたらお父さんに聞いてもらいます。本当にお母さんは傷ついています。お母さん、最後のお母さんあたりでぽっとり涙が垂れててほしいですけれども、俺に滲んでてほしいね、怒りに打ち震えた汗か涙かっていう感じのね、ペンネーム牛泥棒。ダメ人間だもの。秘密道具ベスト5、ベスト3。呪いのカメラ、独裁スイッチ、石ころ帽子、三つお。全部 A の作品っていう感じの。F がスランプの時に A が描いたっていう感じのね。夢ねえじゃんっていう。さようならガスみたいな。そういうこう、まあ。それは架空ですけれども石ころ帽子とかの後ろ向きさってすごいもんね石ころになりてえっていう願望を未来で石ころになりたいというニーズに応えた商品だからね、石ころ帽子。ペンネームペタローズ。ダメ人間だもの。パシリ先輩見てよなんか、もうパシリっていう役目がそのままニックネームになって、その上定着っていう感じで、同級生ですごいパシリで後輩が入ってきたんだけれども、後輩に「おい、こうやって先輩後輩関係なくパシっていかんな」ってもう言われてる感じで
でパシリなのに先輩でついてますからね。パシリ先輩ですから。なあ。さあ、この辺から僕のあれかなりこう心に響いてるのを言ったんですけどね。一つはね、これ一人暮らし者で、一応ベスト3とさせてもらいますけど、3位、埼玉県ペンネーム2匹のカタツムリ。ダメ人間だもの。一人暮らしの誕生日なんて普通の日なのにね。でもなんで俺普段食わねえ丸ごとバナナなんて食ってるんだろうな。肉を祝われたいんだろ。ハッピーパス出られたいんだろ。お前もナイスパイブどうしてんだよ。お前パイブどうしつつ本能的にちょっとデコレートされた菓子を食ってるっていう、菓子パン食ってるって、いつも菓子パン食ってる時間に丸ごとバナナ食っちゃってる感じね。さあ一応ベスト2位、東京都ペンネームマゲマゲ。ダメ人間だもの。ケーキが握っていく夢、肉を。偏差値低すぎ。待って待って、あっていってところ、空中足踏みみたいな状況になってるところでバッと起き上がる。昼過ぎ。しかも昼過ぎだからね、起きたらね、もう袋も出かけて。すごいわ。起きて、起きた第一声、うわー、ケーキは。最近にも音があるからね。これね、多分ね、ベストワンはね、読んだ時にどれぐらい自分で盛り上がったのかも全然覚えてないんですけど、久々に読んだらね、これよかったなって。ベストワン一応100お尻、ペンネームロケットペンシル。ダメ人間だもん。俺が女だったらもうお前らにバンバンやらしてやるって。見てよ。俺がもしよ、もし俺が女だったらもうお前らにバンバンやらしてやる。バカ、減るもんじゃないっすよ。中華ね、見る目ないもんね、みたいな話にまでどんどん行くからね、これね。もちろん4畳半でね。俺が藤原紀香だったら惜しまないねぐらいの。なんだその仮説っていう、もう。それもさ、こいつだけそんな調子で入れ込んで話してるんだけどさ、その聞いてるさ、二人ぐらいのこう仲間みたいなさ、ちょっと引いてるっていうさ、何こいつ言ってんだろうっていう感じで、やらしてもらいたくないしっていうトーンで。ということで、ベストオブ、ダメ人間だもの。なんかね、再び読んでみると違う解釈もできたりしてね、ちょっと深いですね。ダメ人間だもの、これからも続いていきますので、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光のアップス、ダメ人間だものの光まで今後もどんどん送ってください。伊集院光のアップス、深夜のバカ力、豆知識予備校。東京都ペンネーム爆弾本舗、忍者豆知識。忍者同士の戦いといえば大量の手裏剣を投げ合うイメージがあるが、手裏剣は忍者にとって最終兵器。そのため戦いの時でも1人当たり 2,3 枚しか所持していなかった。一丁に光るのアップする深夜のバカ力、から豆知識予備校。福岡県ペンネーム暴走天使、糖豆知識。エッフェル塔は温度差の関係で夏と冬とで高さが15センチも違う。伊集院光です。今日はですね、せっかくこう録音で番組をやるのならば、もう録音という利点を生かしてですね、野外でいろいろこうフリートークをしようじゃないかと、ということで、スタジオを飛び出してですね、今私がいるのは都電の梶原駅なんですけれども、
まあ、一応野外でフリートークをするためには何かちょっとテーマがいるということで、今日は伊集院光のフェイバリットエロを尋ねよう。フェイバリットブルーは尋ねないんですよ。ブルーはもう他が尋ねてくれてると思いますんで、まあ、フェイバリットエロを尋ねて、まあ、エロ巡礼ですよね。一個一個僕の記憶の中のこう古いエロの記憶をこう整理整頓していこうということで、初めてエロ本を買った店いや行きたくねえや、だって地元だもんだって。伊集院光エロの原点を訪ねて。部屋の四隅に生地の剥製、こちらを向かせて立てなけりゃ興奮できない俺様だけど、昔々のその昔はシャイネスボーイだったなり。わらべ歌にもあるように、どんな人にもエロの原点があります。TBS ラジオドキュメントエロ巡礼シリーズ、その第16夜、今夜は先週の岡田真澄さんに引き続き、タレントの伊集院光さんのエロの原点をラジオの前の皆さんと訪ねてみたいと思います。旅の始まりは今から18年前、当時中学校2年生だった伊集院さんが初めて色お題パッとしないこうなんかこう猛烈な印象もなく考えもなくで、変わってないなーっていうほどは変わってなくないし、変わったなってほどは変わってないですからねあれちょっと待って、あれこのねお台の駅からすぐなんですよ。お台降りて、これ一応お台バス通りって言うんですけども、渡ってすぐ左ぐらいなんですけど、そこの景観が全然変わってる。何あのマンション、うわあれ、ちょっと待って、あそこが文房具屋でしょ。今降りてそんなに変わってないね、変わったってことは変わってないって言ったじゃないですか。俺のフェイバリットエロだけ変わってるよそう、全くもって、なんか多分これ政府が動いてるね。あの川飯屋のところに松栄堂でちゃんとした本屋があって、松栄堂さんにはほとんどエッチな本がなかったんですよ。多分松栄堂さんのそのお母さんとかが教育に熱心な人だったと思うんですが、ほとんどなかったんですよ。でそこに目をつけたのが多分その心もうね、逆に言えばエロ以外なかったもん。どんなもうあの気配りの勧めも置かねえぐらいの窓際のトットちゃん何それぐらいの普通の方はないですよみたいな、あの普通の方はないけれども、あのおパンテの入った本とかありますみたいな、そういう特殊な品揃えの本屋さんで、もうやっさぐれてたんだけどな。何このマンション、何階建て、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15階建てぐらいのめちゃくちゃ新しい、あまだ人が入ってないマンションですよこれ。さあすごい、だってちょっと待ってよ、ここのところに伊集院エロス発祥の地っていうこう記念碑があって、除幕式に呼ばれてることでしょ本来、それなくすんならば。すいません、すいません、ちょっとお尋ねしたいんですけども、隣に昔本屋さんがあったかね。本屋さんありました。今ない。今やってない。いつ頃なくなっちゃったんだね。もうしばらく経つよ。あ、随分経ちます。で、麻雀やったりさ、お好み焼きやったりもダメになって、うん、で、
一番最初やったのが本屋さんでしょ、うん、本屋さんやったのね一番最初、はいはい、で麻雀やってお好み焼きやって、うん、それからこれでクリーニングやってクリーニングやめて今立ったでしょ。どっち側ですか。こっち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 の隣ですか、うん、あそじゃあなくなって随分なるなるよ。だってさ、あの麻雀やその本屋さんが一番最初でしょ、はい、それが多分15年くらい前ですよね、うん、よ その頃僕来てたんですよ、うん、で親に内緒でエッチな本を買ってたんですよそこで。あそう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 、エッチな本ばかったんですよあそこね、うん、そう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 、うまそう。そんでほらさ麻雀やったりさ、あのお好み焼きやってダメになって、そんで今度クリーニング、はい、持ってきてこう持ってくやつあんでひよく、はいはいはい、高いクリーニングみたいな、そう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 、今はなくなっちゃった。今やめたみたいね。随分変わっちゃったな。伊集院さんのエロの原点はすでにありませんでした。久しぶりに帰ったふるさとの村がダムの底に沈んでいた、そんな気持ちで伊集院さんは巨大マンションの前に立ち尽くしていました。しかし旅は始まったばかりです。悲しんでばかりはいられません。この先にバス停で 2,3 個で、当時は自転車とか原付で行ってたんですけど、俺のエロ本を土に返す場所がエロそばを捨てらんないじゃん、エロそば捨てらんないんで、そこに夜中持って行って、要するにあれですよ、象牙が集まるとこあるじゃないですか、滝壺の裏象牙がそこに集まってたんですよ。ちょっと行ってみましょう結構ね離れてると思うんですけど、とにかくこのお台のバス通りをすごいずっとまっすぐ行って、隅田川があるんですよ。その隅田川の橋の手前の左側の下のところに、隅田川のその橋に登りかけから下は地面なので、工場の裏みたいな地面なんだけど、その巨大なお土産状にこう紐をかけたエロリボンの束をおむすびこのリンスドーンドーンって投げてたんですよ。今で言うと下に住んでた人にしてみれば CS 放送みたいなもんですよ。空からエロが降ってくるんですよ。もう迷惑だっつうのなんかね、そのね、川っぺりに工場が立ってて、その工場の壁と、その川のこう何川の堤防っていうか柵の間みたいなところにね近づいて、あ、工場なくなってますね。工場は完全になくなってますよ。あ、工場がなくなって駐車場になってら、ここに工場があったのよ。あって、でしかも今このお台場所の前のところに変な日向ぼっこスペースみたいなものができてますけれども、うわすごい、次々と消えてってるよ俺の。多分この日向ぼっこスペースってのは最近作ったものですよ、この10年ぐらいで。横がなんかこうサイクリング道みたいになってるじゃない、散歩道みたいに。こんなんなかったですから、この柵がそのままこれ立てて縦ですから、ちょうどこの辺に捨てたはずですよ。これ掘る掘る掘る、このコンクリ、なんか空を見る少女っていうなんかで、ね、あの銅像が立ってるんですけど、これモニュメントなんじゃないの、俺が捨てた場所の。わかった、わかったぞ。この像を右に回転させると、相手あの頃俺の捨てたギャングや大越落郷がどうぞこれでいて、そのあったーと思って俺がそのダイエットラグコーの球を取ると、周りがすごい地震が起きて閉まっちゃう。テテレテーテテレーって言いながら、逃げてる逃げてる、行くぞ、はいはいとははー、なんかね、こういいですよ。確かにこういう日向ぼっこスペースみたいなの作って、なんかお年寄りも優しい街づくりってのもいいんですけどね、それを作るために
立ち退かされてるわけですよ、僕のエロが。それはこの土地に権利も何もないですよ、ね、でもちゃんと条例とかを作って、景観条例みたいなのを作って、伊集院さんのエロメモリーのある場所に関しては建物を建ててはいけないとか、施設を作っちゃいけないとかを荒川区長がやらないと、もう振り出しから2個もなくなってるわけですよ。たかだか15年ですよ。どういうことなんですか。石原慎太郎に俺は陳情に行きますよ。東京にはね、一見ね、無駄なスペースに見えても大事なとこがいっぱいあるわけですよ。これ文化的な貝塚みたいなとこですよ、ここ。ある意味、エロの貝塚ですよ。次どこ行こうかな。次どこ行こうか。この十数年の間に何もかもが変わってしまいました。確かに人々の暮らしは豊かになりました。しかし我々は色本墓場という大事な場所を失ってしまいました。色本墓場を見つけた少年はその場所を基地と呼び集い、やがては成長し、自分で買った色本を捨てていく。また次の世代が発見し、化学工場が大自然のリサイクルを破綻させたように、都市の発展が色本のリサイクルを破綻させてしまったのです。ちょっと離れてるんですけども、よく行ったエロ本 の自販機、この場所からだと多分タクシーを使って結構な距離なんですよ。結構な距離なんですけど、逆に考えればその距離を自転車で豪雨の日とかも行けた。場所的にはもはや西日暮里なんですけど、でもね、東京に、俺が高校の2年ぐらいの時に東京に記録的な雪が降った年があるんですよ。その記録的な雪の中に僕は買い来ましたから。ちなみに気象データによると、伊集院さんが記録的な大雪の中色本を買いに行ったのは昭和59年2月19日のことと思われる。新聞によると転倒事故が相次ぎ、都内だけで入院者が50人近く出たらしい。当時の伊集院さんがよりによってそんな日に色本が欲しくなった理由は謎。思い出した。運転さんごめんなさい、次の信号のところで止めてもらえますかね。申し訳ない。思い出した、まだ名称あったり、元にあったあった、そう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 、まさにここでよかった。そうだ、運転さんすいません、どうも申し訳ない、ちょっと行く先変更で、これおついでちょっとお茶でも飲んでください。すいません。そうだ、初めてエロビデオを借りたレンタルビデオ屋で、しかもそうですよ、この時にどれぐらい僕が一生懸命エロビデオを借りてたか、変装兄が一応 4年上なんで、兄の東海大学の学生証を借りて、で兄は俺をメガネをかけてちょっと暗くしたみたいな顔なんですよ。それで変装してまで借りたここは、いや違う、レンタルビデオ屋はまだあんじゃねえの。違う、いやレンタルビデオここあるじゃないですか、これレンタルビデオじゃないですか、まさに。だけど頑張ってますから、いいです、頑張ってます。地元の方ですか。そう、地元。この角にレンタルビデオ屋さんって昔なかったですよね。ここで、ここじゃなくてこっちの小料理屋さんのところ。あ、前にあったかんないな、それが映ったのかな。ここは違う、向こうからしたレンタルだからね、また別かしら、うん、すみません、ありがとうございます、これこれこれ、ここ、うわ、食事所になってるよ。名前も思い出した、バンジュン三郎みたいな顔した親父がいて、バンジュンバンジュンでみんなやつ行く、バンジュンのところみたいな感じだったのよ。でいてね、当時まだ一泊ですよ、一泊エロビデオが2000円ぐらいで、生テープが1200円ぐらいっていう時代で、ここで俺と木村と大野で3人で、だいたい月か2週間に1回1本借りるの、3人で借り出し合って、でいて、生テープを3本買って、木村の家でダビングするので、そんなに財力がないから、俺の番、大野の番、木村の番って言うわけで、俺がその当時ね、なんつったらいいのかな、好みとしては女側が積極的なのが好きだったね。でいて、大野はロリコンだったので、いて
木村はうんこ好きっていう。うわちょっとそれはやっぱり腰を落ち着けて話した方がいいわ。こんな立ち話じゃできない。あのね、当時ね、この3人はすごく仲良かったんですよ。仲良かったんですよ。でエッチなビデオをこう普通に今だとワゴンでセルビデオ500円とかにはそんな時代じゃないよ。まあ基金ですからね。もうみんなが土がゆを食っていた時代ですからね。土をよく煮て養分のミネラルだけをすすってた時代ですよ。それぐらいの基金の時代だから、その3本生テープ買う3600円でしょ。それからレンタルビデオがもう1泊2000円とかでしょ。5000円ぐらいかかるわけですよ。それを1000いくらずつ出し合って3本のビデオをみんな持ち帰り、家に持ち帰るっていう、そういうシステムだったり、そういう工場だったんですよ。そういうネットワークだったんですよ。そういう TM ネットワークだったんですよ。でその中でどっちかっていうと俺なんかキネなんですよ。あ違うな、俺打つだ。だって俺は少なくとも俺がいないと、俺が変装して借りに行くのがあるから、俺がいないとボーカル俺打つだから。俺川パンさ、川パンだけど、機械を操作してみんなに作品を提供するのは木村なんですよ。 DK なんですよ、木村がね。要するに木村の家っていうのは、親が住んでるのが、普通の家があって、ちょっと離れたアパートの一室が木村の家なんですよ。で木村のビデオがあって、そこに、もう一台俺のビデオを持って行って、俺のビデオデッキを持って行ってダビングしたんですよ。で木村が徹夜で3本いつもダビングする、一番労力もかかってたんですよ。で、まあ大野はキネだわな。大野はキネなんだけど、大野はね、キネなんだけれども、嗅覚が鋭いの。借りるものがなんかね、お前のおすすめ良かったよ、みたいな。で、好みが俺が、まあその女の人が積極的に、まだ俺、泉潤の女が男を犯すときっていうのを、男が好きだったんですよ。で、大野は、ロリコンものが好きで、なるべく若く見える。当時のロリコンものなんて言ったら、もうただ若く見えるだけですよ。童顔ものですから、ある意味。ね、幼いわけです。童顔ものですから。で、童顔ものならば共有できるじゃないですか。で、もう基本はね、もう基本でね、うんこが好きなんですよ。もうね、運行が画面に登場するともう共有できないじゃないですか。これでいて、俺たちはいつも木村がダビングしてくれた木村の番のビデオを捨ててたんですね。小室に刺さってたんですよ。で、ある日捨てるのも、捨てるっていうか上からこう普通のテレビ番組とか撮ってたんですけども、それもめんどくさくなって、あ、俺たちお前の回はいいからっていうような話になっちゃったのよ。木村が怒ってね。この一番の大物ですよ。大物のある意味レコード会社みたいなもんですよ。このレンタルビデオなくなってるわ。おいおい、連敗じゃないこれ。前にビデオ屋さんあるんですけど、でもバイトの人しかいないもんね。だからこんな新しい綺麗なビデオ屋さんじゃないもんね。でも映ったっていうの考えられるもんな。すいません、ちょっとお聞きしたいんですけど、この前の三角のふるさとっていう食事所あるじゃないですか、はいはいはい、あそこって昔レンタルビデオ屋さんじゃなかったですかね。大昔はね。そうですよね、ここと関係ないんですか。あ、一度は全然関係ないですけど。あ、そう、昔そうですよね、大昔ですよね。もう僕が始めた頃に、そうですね、10年ぐらい前までは。あ、そう。でももう10年ぐらい経ってますよね、亡くなってからは。万順三郎さんみたいな店長さんがいたんですけど、それ知らないんですよね。そうです、おじさんが。なんで知ってる、地元の方ですよ、この。万順三郎さん、どこ行ったか分かりますかね。いやー、わからない。それは全然わかんないです。すいません、どうもありがとうございました。どうも、すまん、突然。販売機行ってみますか。なんか寂しいね。実に10年ぶりに思い出した万順の記憶。しかしその消息はつかめませんでした。行く先々のエロポイントがことごとく消滅していることに悲しみは覚えるものの、この企画がなければ思い出せなかったであろう思い出がよみがえるのは良いことです。実名でうんこ好きと断言されている木村君がどう思うかは知りませんが、アメ横のバイトの帰りに発見したんです。あの角なんですけど、表には今カルピスとか普
通のジュースの販売機あるじゃないですか。で中川がかなり芳醇にエロ販売機があったんです。ある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 よね。あった。当時夜ばっかり来たから分かんなかったんですが、あのね、ちょっと、俺すごいわ、十何年ぶりの発見だわ。ね、あのリスナーの皆さんに分かりやすく説明しますと、自動販売機がたくさんあるところなんですよ。要はでいて表に向いている自動販売機は、カルピスとあとコカ・コーラとあの辺の清涼飲料水の何のいかがわしさもない販売機なんですよ。ただそれで壁が作ってあって、その裏にエロ本の販売機がいっぱい あるんですよ。でそれ今も変わらないんですよ。今見てもそうなんですよ。だけどそのエロ本の販売機の裏なんて見たことなかったんですけど、裏はなんか普通の椅子屋さんかなんかの工場の作業場になってるんですね。で今エロ本の販売機に近寄ろうと思ったら、おじさんが作業を普通の工場の入り口にもなってんですよ。これ昔ここの販売機でよくエッチな本を買ったんですよ。伊集院光さん、はどうもどうも。名前が割れてんのあれですね。ここは作業場なんですか。そう昔から、うん、これ炭素削り直しして、炭素の削り、いや職人さんの職場だった。僕はそんなことじゃなくて、夜来てはここでエッチな本をこう買ってたんだ。買った。珍しいじゃね、光さん。当時からこういうその炭素をこう打ち直す仕事してたんですよ。何年ぐらい？15年ぐらい。ああ、そうだろうね。全然知らなかった。この冊子1枚隔てて職人さんとエロガキが10年前もうすでに場所を共有してたんですね。もうね、すいませんどうもお仕事中にありがとうございました。こう話しながらもさ、こう古いさ、多分霧のいいタンスとかってさ、金具を全部外して一皮霧を抜くと新品同様になる。だからこそ嫁入り道具にタンスをっていう時代があったね。このまさに現場ですよ。今数少なくなったその一皮薄く剥く職人さんに会っちゃって、なんかね、買うのはたやすいことじゃないですか。すごくたやすいんですよ。今あそこに行ってあそこの販売機で買うのはすごくたやすいんですけれども、夜来よ。なんか夜の方がいい。今こうなんかほらエロ番組と匠の世界は一緒に放送できないみたいなところに俺の頭の中にあるから、今夜中の、3時少し過ぎですね。久しぶりだな、なんかね、こんな時間にね、こそこそエッチな本を買いに行くっていう、職人さんの仕事場も完全に閉まりました。もうすぐに選ばなきゃだな、すぐにね。なぜかっていうと、ここって昼間も言った通り普通の販売機の裏にある袋小路だから、全く同じ気持ちで買いに来た人がいたら追い詰められちゃうから、すぐ選ばなきゃダメだから、もう美少女ジャックにするのか、ニャンニャン家族にするのか。でこれね、この全部で十何種類あるうちの11番、本が見えてなくて手書きのチラシで何ともヤバい本って書いてある。その人にアナルクラブが、アナルクラブ、ひよこクラブでおなじみの使うわ。1000円使えるようになったのもね、多分あれですよ、僕らの頃やっぱ100円しか使わなかったですからね。よし、うわ、なんかドキドキするね。もうだって別に普通にコンビニで買おうと思えば買えるもんね。戻りました。当時だったらこれだけでも、これだけでナーバスな気持ちになってますもん。あれ、でさ、何より当時はさ、この入ったおまわりさんのことがあるじゃん。おっと、でかく感じるね。出た。
タイトル発表します。なんともやばい本。やばい本コーナーボタンを押して出たのが、いじられた尻穴。どうだろう。なんかね、今日、エロを巡礼して、そして今こう、両手にいじられた尻穴を持ち、エロ本の販売機の前で思うんですけど、あの頃のウイウイしさを忘れちゃいけない。初心忘れるべからずってことすごい思った。最初にラジオに出た時の気持ち、ね、忘れちゃいけない。今回のスペシャルでは、エロ巡礼の旅、千運編と題して、初めてエロ本を買った店から、ちょくちょくエロ本を買った自動販売機まで巡ってみました。この旅で伊集院さんは大事なことを思い出しました。初心忘れるべからず。思い出した場所がエロ本の自動販売機の前だったことはさておき、伊集院さんの人生にとって大切な言葉になることでしょう。伊集院光のエロ巡礼の旅星雲編、今回はこの辺で。次回は初めて入ったポルノ映画館から、童貞を失ったラブホテルアラビアンナイトまでの愛戦士編でお会いしましょう。いやー、いい旅したよ。あのね、一箇所一箇所でこういつもは思い出せないようなことをいっぱい思い出した。初めて色本を買ったね、本屋さんの跡地だわね。俺にとってはもうすっごいエッチな場所だけれども、新しいマンションの住居者にとっては普通の、別に住んでる人にとっては普通の場所だ。あんたにとっちゃそれは普通のマンションの入り口だろうけど、俺はもうあそこに行ったら今でも股間がカティンコティンになりますよ。もうそういうね、場所に立って、なんかこう、あの頃雑誌の名前とか、ギャングっていう雑誌の多分何月号ぐらいにこういうイラストが載ってて、それからこう芸能人のそっくりさんヌードみたいのをこうイラストですんごい上手なさ、リアル派のイラストの人がさ描いて、それがすっごい気に入っててとかさ、そんな思い出したりしてね。そんなの思い出してぼーっとしてる前はね、幼稚園児とかが集団で下校したりするともうやーな、もういたたまれないような気持ちになったりとかですね。それからあと友達との交流、エロビデオを通しての友達との交流ですよね。今ではもう二児の父になった大野くんや、奥さんをもらった木村くん、その木村くんがチュカチョロメーニアだったことを久々に思い出しまして、忘れちゃいけないことなんですよね。一生ついてくることなんですよ、木村くんの後ろをね。それからそう、なんかね、面白かったのはね、だからエッチな本のと僕のスタンスみたいなものが、一番最初は未成年だから買っちゃいけないっていうこう時代がありますよね。でその後別なコンビニで買ってもいいやっていう時代がちょっと来た後に、一応顔の割れる職業になってきて、また買いづらいっていう、こう普通の人とまたちょっと違うようなところ通ってきてて、で久々にマイクがあると買いやすいね、なんかね、これは取材なんだと思いますから。でまたね、その出て、いや、もうあのヤバい本って書いてあるチラシのとこボタンを押してさ、で今回2000円ぐらいしたのかな、あの本2000円ぐらいして、で今はまあ2000円でまして取材だしなんて割り切れば大丈夫なんだけど、当時の2000円って言ったら大変なもんじゃんね。え、当時の2000円って言ったらね、出飲み前ですからね。家帰ってますからね。当時ね、多分いじられた尻穴が出てたらね、大公開ですよ。てか、大公開っていうか、そんなの多分確認しないで、いきなりコーラにカーディガンの下に、ジャンパーの中に、お腹の中に入れて、シャンシャン、世界の中の小一っていう感じでこう、家まで帰って、勢いでグワーって読んで、お、ティンカティンで、もう大騒ぎがあって、で、大騒ぎ終わりでふと見ると、なんだこれ。これ2000円なのかよ、やばいって意味がもう違ってるよっていうね。モデルがやべえじゃねえかよっていう、そんなのをね、リアルに思い出し、俺にとってマジでね、本当にいい旅だった。普通にこの自分の地元を回るよりもずっとなんかね、甘酸っぱいものがね、
込み上げた、そんな旅でした。ただ宇野アナウンサーは嫌だったと思う。こんなものにナレーションつけつけられて、ね、宇野さんありがとうっていう感じでね、まだまだ行きたいとこいっぱいあるんだよな。俺ね、ホンダの車のホンダあるじゃないですか、車とバイクのホンダの狭山工場っていう工場に友達のお兄さんが勤めてて、そこに行った帰りに、なんかこう友達と勢いで入った色本屋、それもちょっとアダルトショップ色の強い色本屋に入って、ビデオとかいっぱいあって、そこで、その色本屋の親父に冗談で、ノーカットのビデオなんか置いてないですよね、あるよって言われたの。で、そこで、多分足元見られたんだと思うんですけど、いくらだって2万円って言われて、2万円で買ったの。そこは初めて、偶然そういうことで、その、何、ノーカットの色ビデオが手に入ったところで、まあ、ノーカットでももちろん、ほら、物に見えてるのはこれ違法だから、そんなことをね、タレントさんが買うわけないですから、ディレクターズカットって意味ですよ。配給会社がカットしたのではなくて、ディレクターがこうね、カットしたくないとかカットしてないみたいな、そういうね、ブロンドゴッデスっていう名前のビデオ買った、あの工場なんかもう行き方が分かんないからね、行き方なんか本当に道に迷ってるような状況、この道でいいのかって状況の時に迷い込んだ、ある意味なんていうの、少年たちにしか見えない幻の可能性もあるようなところだから、行ってみたいしね。あとそうね。ポルノ映画か。ポルノってことが面白いもんね。最近ポルノグラフィックとかさ、バンドの名前とかついてるけどさ、やめてくれって感じだよね。ポルノを俺たちの世界から引き離すんじゃねえっていう感じだもんね。うちのおふくろはなぜかポルノのことをボルノって言ってたのがすごく面白かったですけど、バカじゃねえのと思ってましたけども、なんかうちのおふくろ、あなたまたボルノ映画なんか見てって言ってのがすごく変でしたけどもね。いろんなこと思い出すのはエロは、もう、ほらほら、録音で、俺ほんとこれ家で聞いてたら死にたくなると思うよ。このテンションで俺がボルノ映画の話をしてること。この後も愛選手権がいつかまたあって、その後が伊集院アジサイの恋の負けと続いていきますけど。さあ、こんな時にかけられても拓郎も嫌でしょうが、アップス今週の歌、吉田拓郎で気持ちだよ。伊集院光のアップス深夜のバカ力から豆知識予備校。東京都ペンネームバスストップ、子供豆知識。子供が一姫二太郎の順に生まれる確率は25万分の62451。いるよね。そうですね。よいしょ。なんかもう根っこだらけで掘りづらい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。いや、お前ら手伝わねえの。え？手伝えよ。いや、ごめんなさい。何も持ってないんで。スコップ1個しかないから。よいしょ。よいしょ。よいしょ。もういいだろ俺。ほっといよ。こんぐらい深きゃいいよね。手頃な穴も掘れたところで。世紀末緊急企画、未来の僕にタイムカプセルを送ろう。イエーイ。出ました。我が番組の機械構成の渡辺の世紀末ビッグ企画、未来の僕にタイムカプセルを送ろうということで、もうね、あと1年とちょっとで20世紀も終わりですよ。で、タイムマシンを埋めようじゃないかということですよね。で僕が今大事にしているものを箱に入れて、埋めるんですよ。でちょっとね、まだ納得いかないところがあるんですけども、未来の僕というのはいつなんですか。12月帰ってきた。帰ってきたらもう開けちゃっていいんですよね。いいんですよね。でこう埋める僕の宝物っていうのはなんでこうドリキャス指定なんですか。いや、やっぱりこういうものとかの方が思い出の品とか、当時小学校の時
いやだけど例えばドリキャスを埋めて50年後とかに掘るなら分かるんですよ。ドリキャス埋めてあと2週間今日ですよ。いや人間っていうのはそういう日数じゃないんです。海外に行ったらもう一回りも二回りも大きくなった伊集院光がいるわけですよね。それがこの大きくなる前に埋めたという、まあ、本当に挙動不審でも喋ってる口調がもう俺を騙そう騙そう。そんなことないですよ。いや何俺はヨーロッパで経験を積んで帰ってきたら帰ってきて大体なんでヨーロッパ帰ってきて土手を掘るわけ。土手を掘ってで出てきたドリキャスを見て俺はもう 今見てるのと全然違うんだ。違います。ヨーロッパ帰りの俺はまたドリキャスを見てまた全然違う感覚を持つ。懐かしい。あともう一個の企画意図の中ですごくわからないことがあるんですけど、はい、万が一僕がヨーロッパに行ってる間にこのタイムカプセルがリスナーによって掘り当てられてしまった場合、はい、それ心ない行為じゃないですか。僕のタイムカプセルを勝手に掘ってしまうっていうのは、リスナーにドリキャスをあげるっていうのは分かんないんですけど。いやだってもう探しようがないですから、ね、僕らは どこのどなたがもらったか分からないですし。だから違う違う違う、そういうマナーの問題だと思う。違う違う、もう全然おかしい。もうもう一回よく聞いてよ、はい、僕はその何、ヨーロッパから帰ってきた12月の3日の僕のために、はい、今から一番今の僕が大事にしているドリキャスを埋めますね、はい、これいいですよね、はい、これでヨーロッパで経験を積んで帰ってきて掘り当ててみたらもう全然こう 今のこう今普通にドリキャスを見てるのと違う感覚でドリキャスがもう見れるわけですよね、はい、懐かしい。そうです。まだ俺がちっぽけだった頃に遊んでたやつだっていうことですよね、はい、まあいいとしましょうよそれ。その後のルールなんですよ、はい、変なのは僕が僕に向けての贈り物を埋めたわけですよね、はい、これを勝手にリスナーが掘ってしまった場合、ね、罰則ではなくてドリキャスがもらえるのが分かんないんですよ。いやだったどうやってじゃあそれ。じゃあ分かりやすく言おうか、はい、宝探しこれ。いやあのタイムカプセル。タイムカプセルでいいの、タイムカプセル。タイムカプセルなのね、はい、じゃあ分かりました。じゃあ儀式に行きますんで、はい、未来の伊集院光さんへ手は伸びましたか。ピーマンは食べられるようになりましたか。奥さんとは仲良しですか。山は死にますか。川はどうですか。塔は止まりましたか。確定申告はお済みですか。そして何よりドリキャス無事ですか。これをカプセルの中に入れてください。よし、これ浅くない。あまり深いところ伊集院さん帰ってきてから掘るの疲れちゃうんで。てか見つけづらい。えいやなんか多少ね。埋めんの。はい、どうぞ埋めてください。うわーもうなんかな、埋めまーす。はい、よいしょ。いやっかじゃあヒント足の色緑。待って待ってよ、ヒントっておかしいだろ。ヒントっていやそうじゃなくて、伊集院さんがもしこの場所忘れちゃったら嫌でしょ。ドリキャスなくしちゃうしね。俺へのヒント。そうヒントじゃなくて目印とかでしょ、言い方としては。あれ紙とかに書いてあったらなくしちゃったら困る。テープとしても取っといて真っ赤って伊集院さんのためを思って今はいだから何でもないですよ。じゃあ今のお前の言った何蜂の色が緑、の部分は放送しないですよね。あ今の今のとこ切れないや。なんで切れない。理由わかんないや。切れない理由ない。デジタルだから。デジタルわけわかんないよ。全然デジタルでも切れるよそんなの。無理だね今。無理、うん、まあそれはオンエアでやるかどうかは、まあ伊集院さんいなくなってから。そうだいや、何でもないっすよ。いやでも俺覚えてる。だって自分でちゃんと来たから覚えてるし、目に焼き付いてるから大丈夫だから。それでもやっぱ海外楽しい思い出がいっぱいで、その思い出で書き消されるときあるでしょね。まあね、うん、まあね。で、あとテープ聞き直せばこの場所が分かるからね。そうそう
どうぞ埋めててください。埋めてていいよね。ちゃんと埋めないと。折り返したでしょ。オッケー、オッケー、これオッケー。大丈夫ですか、大丈夫ですか。でこれで、俺は要は12月の3日に帰ってきて、あのコーラ、ペプシ、ペプシ、これ飲んでないペプシ置いとけば。ね、伊集院さん忘れない、これが目印。あ、いい目印だね、これでしょ、でしょ。飲んでないっていうのがね、飲んでないからね、うん、あ、これ普通のペプシじゃなくてスターウォーズの、これスターウォーズ缶の350の、うん、C3PO だっけこれ、あ、R2D2 のこの缶のやつね。そう、シールも貼ってあるね、これね、貼ってる貼ってる、できたらね、うん、もらえるやつね、これ置いとこっか、うん、はい、うわー、リスナー楽しそう。そうか、なんて、緑の橋と立ってる位置から橋がこう見えるところで、それで、ペプシの飲んでない缶が立ってるところを掘ればいいんだな、なんて。バッチリっすよ。ましてほら、途中にお休みとかもあるから、ね。で、日曜日に掘り行こうぜなんて掘ったりして、うわー、踊りキャスー、なんだこんなススキ畑の真ん中に、ね、おーわ俺もちょっと楽しくなっちゃった。宝探しがちょっと楽しくなっちゃった。あとこれ、ずっと聞いてればわかると思うんですけど、電車ファンならわかるね、これ。電車の音聞こえない？聞こえないっすね。あの電車の動いてる、ちょっと俺そのヒントの難易度が分かんないわ。今までのは分かる、今までのはちょっとなんて、自分でも緑の橋はいっぱいあるでしょ、世の中いっぱいあるのは分かりますよ。それとその緑の橋が見つからないことにはこの缶も分かんないの。今電車の音聞こえてきますよ。え、これって分かるな、モーターウンで分かった。マジで？じゃあモーターを編集してなくした方がいいよね。いや、もう掘ってる様子とか全部モーターを入っちゃってるし。わかんの？まあ、まあ。どこにでもあるモーターを。大丈夫です。リスナー信用してる、心のないリスナーいないっすから。そう？中洲かな、ここ。お前増えてんじゃん、ヒント。え？いや、なんでもないっすよ。お前、だって中洲ない土手とかあんもん。泣かずってないと出る方が多いもん。いや、だいバレないっすって。泣かすはダメだよ。あれ国道ですよね。国道も、そう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 。国道いっぱいあるか。いや、国道もないよ。いや、国道いっぱいあるでしょ。ありますよ。いや、だけど国道はさ、いっぱいあるけど、でも土手で国道でってやってくとないよ、やっぱり。いや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 、いや10本ぐらいは減ってんじゃん、急激に、はい、今日はあのタイムカプセル埋めたことで僕の旅行に一つスケジュールが増えました、今までの僕の旅行のスケジュールでは、3日、成田に帰国した時点で、もう終わっていたんですけども、成田からここに来なきゃならない。どこですか？え、何が？土手、土手。どこどこ？え、土手。あ、土手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 。だから狭まらないヒントだったらまだまだ出してもいいですよ。例えば、県境になってる土手とか。すごい狭まった。嘘、狭まった。嘘、マジでマジで。県境で国道つったら何本、3本。あ、嘘。え、県境ってみんな土手って県境じゃないの？いや、別に。県境じゃない土手って都内にある？例えばだと、あの、立川のあたりの、あれ、橋とかだと県境じゃなくても土手とかそういうとこあるし。あのね、県境じゃないかもしれない。県境じゃ、うわ、俺土手って全て県境にあるってイメージあるわ。いや、大行橋って県境ですか？あ、違うわ、荒川区だ。あ、そうだ、荒川区と足立区、もしくは足立区と足立区の間だ。ダメじゃん、すごいヒント強い。ていうか荒川土手消えてんじゃん、なんか。そうだよね、荒川土手の大部分って消えるよね。今の言動でもって荒川土手消えたもんね。俺荒川土手じゃない言動だもんね、今のね。今は相当首足しましたけど。うわー、どうなんだろう、俺がリスナーだったら分かるか。いや、今の県境と国道行っちゃったじゃないですか。だから国道と県境で、うん、と電車の音、うん、で、え、電車の音は分かんのか。電車の音と国道っていう条件で、例えば上りとは外れるんですよ、今ここ。ちょっとお前またすごいヒントになってんじゃん、それ。お前なんで探偵アドバイスみたいになってんの、それ。テープ回ってるからさ、具体的に上りと消すんだよ。上りとかもしれない。あ、上りとだ。うわー、すごいわ。ストップストップストップ、もっと編集しろよ、これ。どう考えたって、こんなの出てドリキャスあげますキャンペーンじゃん、もうすでに。これはわかるって、広、もうちょっと広くしようや。
ただ日にちは少ないよ。だってこの機密が外に漏れない限りは初めてみんなが聞くのは11月29日でしょ。俺帰国するの12月3日だから、もう成田から直行きますから、成直で行きますから。うわでも今のわかんだ。ただまあな、微妙だな。場所が分かってもあそこだけ切ろうや、すすきの野原っていうっていうか、もう言えば言うだけ広がるからね、確認することになりますからね。じゃあ分かった、じゃあ心ない人、心ない人へ、あ、見っけたら取り消すやるから、ビジュアルメモリーコピーさせてくれ。あの、見っけたやつは、掘って見っけたら、あんたの手柄でいいから、いいけど。これ言わなきゃいけないんですか、これは。坂津くが入ってるぞ、だって。余計掘りてえじゃねえかよ。あの、ビジュアルメモリーコピーさせて、掘った、もし掘れたら、はがきください、見っかりましたっていうはがきをしたら、わかった。でも俺ね、その日までにその一番の目印に最終的になるペプシの缶がないと思う。いくら飲んでないから風邪では飛ばないにしても、主っぽい人とかがね、守り神が、神が飲んだりとかするでしょうから、大丈夫だろ。まあ大丈夫だろ。まあだい、まあ一級に光るのアップする深夜のバカ力、豆知識予備校。北海道、ペンネーム原料マニア、マーク豆知識。疑問文の最後につけるハテナマークことクエスチョンマーク、このマークは猫の取るポーズが元となっている。ではどんなポーズか。それは猫が尻尾を上げながら好奇心旺盛に動くものなどに近づいていく時のポーズ。後ろから見ると尻尾の形がハテナマークの曲線、丸出しにしている肛門が点になっているのだ。録音スペシャル聞いてねキャンペーン大プレゼント大会。今週はですね、録音だからもういいや、俺も聞いてやんねえなんてですね、言ってる人たちが損するね。少しでも多くの人がですね、このスペシャルを聞いてくれるようにですね、頑張ってキャンペーンをしちゃおうというコーナーなんですけども、今からですね、通常のいつものハガキにですね、なんとなく電話番号を書いている人の家に電話をかけてですね、プレゼントをあげます。でも何が当たったのかは教えないので、この放送を聞くとわかるという、そういうシステムになってます。だから電話いきなりかけますよね。当然、電話されてる時点では11月の21日の夜ですから、放送前後聞けてませんから、今喋ってる段階のところは聞けてません。ね。だから、細かいルールがわかんないわけですよ。今回当たる商品なんですけども、1番を選んでくれたら、石5キロ。2番、お尻コインセット。3番、たまごっち100個。4番、いじられた尻穴。5番、中ソフトさんよりいただきました、僕の今一番ハマってるゲームソフト、トルネコの大冒険2、プレイステーション用。6番、太陽とシスコムーンの宇宙でラタタを20枚。7番、ショップ自分の単行本を5冊、1巻だけですけどね。8番、うまい棒100本。9番、半年物のチェリー酒1リットル。10番、60円。ということで、どれを選ぶかはもう勘ですから。ね、早速ですね、じゃあこの人からいるのかな、佐藤さん、神奈川県平塚の佐藤さん電話かけてみたいと思います。いきます。さあこの段階では聞けてませんからね、繋がって初めて私の声が当然聞けますからね。もしもし、もしもし、佐藤です。佐藤さんですか。はい。私は伊集院光と申しますが。はあ。そちら龍一さんいらっしゃいますかね。私ですが。聞いてた？聞いてた聞いてた。聞いてた。じゃあさ、うん、1番から10番までどれ選ぶ？7番。おめでとう！当たった！当たった！佐藤くんね、はい、プレゼントが
が当たったんで、はい、11月の29日の放送を聞くと、はい、自分に何が当たったか初めて分かるシステムになってるから。 ありがとうございます。欲しかったです、ね、欲しかったでしょ。欲しかった欲しかった。もう多分これが欲しいんじゃないかなってちょうど当たったからびっくりしてるから。うん、欲しかったですよ。ずっと今日の放送すごかったよ、ゲストもね。あ、聞いてました聞いてました。あのクレアとパイ投げのコーナー面白かったでしょ。面白かった面白かったですよ。はい、じゃあ29日聞いてね。はい、バイバーイ。はぁ、よしさ、これなら佐藤君は少なくとも聞くでしょ。何当たったか知りたいもん。ちなみにショップ自分の単行本5冊セットですから一巻だけ5冊ですからね。面食らってると思いますよ。もう一人ぐらいと言いましょうかね。もう一人はですね、たまたまこれ電話番号書いちゃったんだと思うんですけれども、この人言いましょう。山本さんです。山本さんいるかな。日曜日の夜だからな。もしもし、はい、あ、山本さんでいらっしゃいますか。はい、私伊集院と申しますけれども、はい、浩二さんいらっしゃいますでしょうか。あ、ちょっとお待ちくださいませ。はい、すいません。お母さんこんなよく3時寸前まで起きてたな、こんな夜遅い。はい、もしもし。もしもし、はい、伊集院です。あ、どうも。聞いてた？え、何をすか？いや、アップス、アップス。アップス？うん。あ、聞いてました。聞いたでしょ？はい。あ、ということで君にプレゼントが当たったんで。あ、はい、そうですか。ありがとうございます。1番から10番、どのプレゼントが欲しい？Z。Z ない。1番から10番。それじゃあ、藤村文夫の10。藤村文夫の10。おめでとうございます！山本くんね、はい、あの何が当たったかは、はい、29日の放送のエンディングを聞いてればわかるんで、はい、じゃあね、バイバイ。どうもありがとうございます、ということで山本くんに当たったら60円ですからあ、もう時間全然ねえじゃん。この調子でいっぱいキャンペーンやってきゃよかったからね。じゃあもう時間なくなったらそのままもうフェードアウトしていってください。もう一人ぐらい一応耕しとかないとね。じゃあ続いてはですね、この方ですね、岡村さんに電話かけてみたいと思います。さあ出るでしょうか。もしもし、はい、岡村さんですか。はい、森光さんいらっしゃいますか。おりませんが、どちら様ですか。私は伊集院光というタレントなんですけれども、はい、ラジオにおはがきいただきまして、はい、電話かけて、あのお母様でいらっしゃいますか。はい、そうです。何番、1番から10番なんですか。あの何番がいいでしょう、プレゼントなんですが。プレゼント、はい、何でもいいです、もう1番から10番。あ、そうですか、じゃあ3番。3番ですか。あ、おめでとうございます。当たりました。森光さんにですね、はい、29日の、はい、夜中の放送をよかったら聞いてくださいというふうにお伝えください。はい、わかりました。どうもいきなりすいません、ありがとうございました。どうもありがとうございます。どうも失礼します。はい、ごめんください。はい、お母さん気にならないのか、何当たったのか。今何番だったっけ。3番たまごっち100個でございます。おめでとうございます。あ、番組終わった。